こんにちは、ふがふがふがです。こちらの動画はふがベラベラチャンネルよりお届けします。今回のテーマは別の動画でも話をしているんですけれども、改めて、やれるときにやっておきましょうという話をしたいと思います。今日はですね、2020年、10月6日なんですけれども、今の時刻は18時34分なんです。で、本当は今日は16時には帰宅している予定だったんです。で、それが突発的な仕事が入りまして、今の時間になってます。おそらく家に帰れるのは20時ぐらいになるのかなと。だから16時に戻って、ちょっとゆっくり休憩してから、あと副業をやろうと思っていたんですけれども、本業によって副業の時間が削られると。突発的な予定といいましても、注文でしたので、本業の方の売り上げが上がるんで、それはありがたいことなんですけれども、ただ予定が押してしまった、崩れてしまったということですね。ただ今日はですね、僕は朝の5時に目が覚めたんです。昨日寝たのが12時半で、いつも12時半ぐらい寝て、大体6時半、もしくは6時ぐらいに目が覚めるんですけれども、なぜか今朝は5時に目が覚めたと。で、やれるうちにやっておこうということで、朝プロテインだけいっぱい飲んで、コップ1杯飲んで、それから副業を先にやっていたわけですね。で、副業を、朝やる予定じゃなかったのに2時間ほどできましたから、その分、夕方の、副業できなかったというロスは、朝で2時間、やってる分ですね、ロスタイムは失った時間、副業時間は1時間で済んでいると。朝起きてやっておいてよかったなと。これ朝起きてすぐに、テレビをぼーっと見るとかですね、漫画を読むとか、何気なくネットサーフィンするなんてことをやっていましたら、今日副業やるつもりだった3時間を失って、もうそれ3時間失った、そういう一日だったということで、ちょっと半分ですね、悔いが残るというか、残念な一日になるところを朝2時間、やれるうちにやっちゃえということでやっておいたことで、ロスタイム失った時間は1時間で済んでいるということですね。だから、やれるうちにやっておいた方がいいというのはですね、以前、僕がいろいろと計画を立てて仕事をやっているとき、それも副業だったんですけれども、それが車が突然故障したんですね。こういう今走っている山の中で故障したら救援を待たないといけないですから。で、その時もスマホの充電も切れて何もできなかったです。だから車の中で、エンジンもかかんなくなりましたから、エンジンかけたらちょっと危ないなと思ったんでかけなかったんですけれども、山の中で2時間半ぐらい待ってたんですかね、救援の車が来るまで。だからそんなこともありましたから、何が起きるかわからないなと。で、あるいは、よくあるケースというか、ある程度、都市行った、おじさんとかおばさんとかおじいさんとかおばあさんとかいればですね、ちょっと容体が悪化したとか、すぐ病院駆けつけなきゃいけないという機会もやっぱり出てくるわけで、当然、副業の時間なんかは削られると、それは当然、行くべきところで自分も行きたいわけですから、行って行くのは当然なんですけれども、ただ副業の時間が、予定通りに副業をこなせるということはないということですね。だから突発的な空き時間があったら当然やらなきゃいけないし、できるうちはですね、副業にたっぷりと時間を投入するということでいいんじゃないかなと思います。副業の中にもちろんコンテンツ、 Kindle 本を書くとか、YouTube の動画を作るとか、そういったものプラス、あとコンテンツ
別副業だったら情報収集も必要ですので、まあ本を読むと、まあ漫画でもいいですよね、漫画も読むのも、漫画を読むのも、コンテンツの、ネタを拾うのに役に立つ場合も、まあ、僕も漫画は結構去年からですねたくさん読んでんですけど、漫画からネタを拾うというのは、文章で書かれた本を読むよりは、ちょっと確率は低くなります。ただ漫画というものは、まあ、気晴らしもなりますし、まあ、趣味娯楽の世界ですけれども、もちろんそこからヒントを得られる場合も確率は低いですけれどもありますから、ですので漫画も悪くないと、何もせずにぼーっとするよりはいいんじゃないかなと思います。ですからコンテンツ副業の中には、まあ、Kindle 本を書く、 YouTube の動画を作ると、で、ブログを書くといった活動の他にもコンテンツ作成以外の時間の情報収集、読書であるとか、まあ、漫画ですとか映画なんかの芸術に触れて、感性を磨くというのもいいと思います。とにかく、できる範囲でですね、コンテンツ副業をやると決めたのであれば、空き時間は、まあ、コンテンツを作るか、もしくは情報収集をするか、もうどちらかをずっとやっておくと、いうことが大事なんじゃないかなと、思います。はい、今回の話は以上になります。ずいぶん周りが、まあ、これ今田舎道走ってますので真っ暗なんで、その前には車多いなと思ったんですけれども、今の時刻が18時40分ですから、ちょうど仕事帰りの人が多いんでしょうね。いつも流れるこの時間だったら流れるのになと思ったんですけど、8時ぐらいの感覚でしたけど、さっき冒頭で時間を言った時に、あ、まだ6時半過ぎたところかと、いうことで、まあ渋滞なんでちょっと時間もかかりますから、おそらく家に帰るのが20時半と、今日は16時に帰る予定が20時半になってしまって、まあ、副業の時間が削られたと、まあ、だけど朝のうちにやっていたんで、まあ、その副業をやらなかった時間というのが、まあ、多少短くなったということですね。だからまあやれるうちに、どんどんコンテンツを作るとか情報収集とか、ひたすらやっておいた方がいいということです。突発的な予定が入って副業ができなくなるというような日をできるだけ少なくするということですね。はい、今回の話は、まあ、自分に対する戒めでもあるんですけれども、まあ、やれるうちにコンテンツ副業をやってみましょうという話をさせていただきました。それではプライベートな時間、本業以外の時間では全てワクワクすることで満たしていきましょう。ふがふがふうがでした。ありがとうございます。